熊本行ってきたわけでしょ行きました、行きました。何泊 ?4 泊5日。<laughs> 結構なボリュームですな <laughs> でも4泊5日でビジネスホテル、うん、まあ全部同じとこですけど、ツアーツアー組んで、へー。それで4泊5日で4万ちょいですよ。まあ安いよな安い安い。私は観光メインで行こうって思ってたんですけど、うん。 結局、あや子に付き添い、ほぼほぼくまもんでしたね。もんの追っかけ。<laughs> すげえ情熱だよな。すごいと思う、本当に。他にもっとな、見るもんあるんじゃねえの熊本。いや、ありますよ。私。<laughs> <laughs> いや、一応言ったんですよ。 はあ、結構あの、なんか山賀っていうとこ行ったり、阿蘇の方行ったりとかもしたんですけど、その山賀の方も熊門が入った温泉っていうのがあって、ああそこ入ろうって言われて、はあ、だ結局熊門ゆかりのある場所みたいなとこに行きました。アニメの聖地巡りみたいな感じそう,そう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 。ここあのシーンに出てきたよね。<laughs> そ,そうそうそう。<laughs> 私どっちかっていうと、だからそれで言えば、 人吉とかの方に、人吉ってとこがあるんですけど、そこが、あの、夏目友人町の舞台なんですよ。言ってたよな。どっちかっていうとそっちの方行きたいんですけど、まあちょっと外れるんで、まあ、熊本市内中心みたいな。 でも、それで4泊ってすげえよな。すげえボリュームだよな。うん、なんかね、もうね、あの、あやこが現地の人みたいになってた。ああ<ー>、<laughs> <laughs> 行きすぎてて、<laughs> うんうん、どこに行くのにこれに乗るとか全部わかるんですよ。なるほどね。そう、ついて行くしかなかった。は<ー> <laughs> タクシーとかバスとかを駆使して。もう、市電とか。 なんせ、あれですもん。当日、私は仕事の後に行ったんですけど、彩子はもう午前中に熊本インしてたんですよ。あ、先に入ってたんだ。そうそうそう。だから。へー。あそ熊本空港で私が迎え入れられるっていう。うん、なんか猫の声が聞こえた。おっとわい君が泣いてる。あ <laughs> <laughs> 会いに行かなきゃ、そろそろ。<laughs> <laughs> そう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 。<ー>だから、まあ、熊本着いたら、彩子がいるっていう状況だったんですよ。地元かって思って。<laughs> そんなにやっぱピンとこないんだよな、熊本って。いですよ、ね、なんいうかやっぱ、やっぱ福岡。そうそうそう、どっちかっていうか一番九州の中で有名なわけじゃん、やっぱ。<laughs> うん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 。で、まあ、あとは、 あの、南の方だと鹿児島になるわけじゃんう,んうんうんうん。地理的には熊本ってその、ちょうど中間地点ぐらいだと思うんだけどさ。うんうん、直行便が出てんの出てますよ。熊本空港。あそう熊本空港って。<laughs> 全然、<laughs> ピンとこねえわ。<laughs> 羽田熊本館みたいなのありますよ、ちゃんと。へえ<ー>やっぱりね、馬刺しが超美味しかったで バサシと柑橘系とトマトあ、トマト。<laughs> 他行ってみてと思わねえの何が九州っせっかく来たんだから、あそこ行こうぜ、みたいな。いや、私、私めっちゃ行きたいですよ。宮崎とか鹿児島とか。<なあ> <laughs> すげえ、いっぱいあるよな、行きたいところいや、あるある。でも、ほら、ああ今回は、熊もの誕生日だからっていう。え、それに合わせたってことそうですよ。うわ <laughs> <laughs> 聞くわ <laughs> え、で、なんか、その、うん、プレゼント渡したりしたのいや、そんな時間は今回ほぼなくって <laughs> で。私なんてそもそもプレゼント渡す気もないから。<laughs> 観光だよな、お前の場合はな。あくまで付き添いみたいな。可愛いんですけどね、実際見ると。そこまで引き付けるもんがあるんだね。っていうことですよね。私のディズニーみたいな感じですよね。 まあまあまあ、そうだね、うん。同じ感じの。<ー>うん。それいつぐらいだっけ ?3 月中旬です。それぐらいだとまだ安くいけたんだ。そうですね。これがちょっとな、ゴールデンウィーク入っちゃうと高くなるからな、うん、途端に。でもやっぱすごいですよ。びっくりしたんですけど、まあ東京にもやっぱりモン好きあや子みたいなモン好きたくさんいるんですけど、うん。同じ飛行機に乗った人がいたらしいです。その、 同じ日にさっきもともといつもイベントとかでよく会う人が。あ顔を知ってる人だったんだそうそう,そうもう知ってる人で。はあ<ー>。同じ飛行機でそういうこともあるんですね。なバンドの追っかけみたいな感じだな。<笑><笑>本当にそんな感じですね。そのツアーのたんびにずっとついてくっていうね。<laughs> そう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  <laughs>。基本そうかでもくまモンは熊本にいるわけか。 ま、あ基本はね。そうですね。でも、東京に出張に来たりすることもあるよね。もちろんもちろん。それはやっぱ行ったりするのか。行ってますね、東京も。で、私が予定が合えば来てって言われる感じですね。なるほどね。<laughs> あれは基本的に一体なのってことにしたいですけど、うん。ま、東京と大阪と熊本と、 に、一応、あることはあるんでしょもちろん、もちろん。それでも、私はわかんないですけど、<ー>なんかやっぱ口の形とかが一体一体違うらしくて。<laughs> ロットが違うみたいな話。<laughs> <laughs> <laughs> 初期型と後期型みたいなやつだろう <laughs> そんな感じで。<laughs> <laughs> <laughs> あやこが好きなのは熊本にいるやつなんです。 まあ、本当に好きだったらそうなるだろうな。うんうん、あの、67年生のストラットキャスターがいいんだよ、みたいな話だろう <laughs> <laughs> あ。そのこだわりがよくわかんなかったりするわけじゃん、外野から見てると。<laughs> <laughs> そう、わかんない。<laughs> 最新のでいいんじゃねえのって思うんだけど <laughs> そう。なんかダメらしい。<laughs> うん、そうらしいですね。すごいなと思って、違う。あやこちゃんに言わせると、その熊本にあるやつが、 そうそうそう,そう,そう,そうまあオリジナル中のオリジナルみたいなことなんだろうねうんうん,うん,うん、うん、動きとかね何やっぱ入ってる人のあれが違うってこと運動量が違うみたいな、うん、まあ地元だからな元気、うん、元気はあるだろうな <laughs>、うん、そうそうなんかそういうのもあるらしいでしょうん東京はだって出張で来てるわけだからちょっとグタッとしてるだろうやっぱ <laughs> <laughs> 仕事感が強えだろうだってうん <laughs> 東京はそうですね。仕事感強いですね。地元はな、ね、もっと、なんていうか、緩いよな、きっと。うんうんうん、うん。プレッシャーもねえだろうし。やっぱしかも東京の方がすごいイベントの時に人が。多いからね。うん、群がるって言ってましたね。うんってことはそんだけ、やっぱり中の人は疲れるよな。うん、いないけどね、中の人 <laughs> そういう設定になってんの <laughs> いや、なんかもう、なんかそういうこと言うと怒られるから。<laughs> <laughs> ゆるキャラなのにゆる、ゆるキャラだから。<laughs> ゆるくなくなっちゃってるな。うん、ゆるくないね。<laughs> <laughs> ゆるキャラサミットっていう名前も、なんか今年から変わるらしいですね。別の名称になるのいや、なんかゆるキャラっていうのはつくらしいんですけど、なんか世界ゆるキャラうんたらみたいになるらしいですけどね。なんか、でもゆるくなくなっちゃったな。うん、ゆるくない。そういう意味ではな。うん まあ、去年ね、あれを見に行きましたけれど、埼玉の方まで。まあ、とにかく、人が多いわな。人がね。人が多いのと、あそこの公園まで行く道のりが大変だったわってあれが一番嫌だ。バスに1時間2時間待ちが当たり前になってたからね。うん。あ。 ゆるキャラが消えてる世界キャラクターサミットっていう風になるらしいですおお、ゆるいが消えたわけだなゆるいが消えましたねまあもうゆるくねえからそれでいいと思うようん、ゆるくないは、まあ。まあ熊本はそんな感じだったわけですね <laughs> そうですね楽しかったですでもまあやっぱでも沖縄ですよなに <laughs> それ <laughs> <laughs> まあ沖縄ですわ 北海道行ってよ。<laughs> あそうそうだからその一緒に行った友達と、うん、まあ南は行ったから今度北海道も行ってみたいよねって話はしたんで北の国からのさふらうん、うん、のふら<ラ>の <laughs> 間違って俺があの「習志野」っつって「<laughs> 千葉? <laughs> 千葉やんけ」って。ほらほら習志野ナンバーの。<laughs> の <laughs> よく走ってるじゃん「習志野ナンバーっっ」ふら <laughs> のっす。 フラノだよな。フラノは北海道のどの辺へそうですね。真ん中か。うん。で、あの、ゆいが独尊っていうカレー屋さんがあるんで、ぜひ行ってください。フラノにうん。なんでフラノまで行ってカレー食わなきゃなんねんだよ <laughs>。めっちゃ美味しいんですって。<laughs> 超汚いの。あ、あそこ行きたかったんだ。あの、たくみくんがバイクで行ってた、上の子池。うん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 。 えっと、マシューコから、出てる、ちっこい池だけど、めちゃくちゃ綺麗っていうやつね。マシューコね。綺麗なんでしょマシューコも。マシューコ綺麗ですね。色がね、なんかいろいろ季節によって変わるっていうね、うん。マシューコって霧のマシューコって言われてて、霧がかかってるのが素敵な状態なんですけど。へー。あのね、霧がかかってないマシューコを見ると、今季が遅れるって言われてるんです。へー。<laughs> で、私は、霧がかかってないマシューコ見ました。ってことは今期は遅れてるわけだ。見たいですね。マシューコのせいになってんだ。<laughs> マシューコのせいになってる。<noise>